ローザルクセンブルグは、ポーランドに生まれ、ドイツで活動した、マルクス主義の政治理論家、哲学者、革命家、ミハイル・トゥンガンバラノフスキー・トルドルフ・ヒルファーディングの、フピレー説に対して、カール・カウツキーと共に消費制限説で対峙し、ミハウカレツキーに影響を与えた。彼女は、ポーランド王国社会民主党及び、ポーランド王国、リトアニア社会民主党の理論家であり、後に、 ドイツ社会民主党、ドイツ独立社会民主党に関わるようになった。帰還し、大ローテフォンナを発刊し、革命組織スパルタクス団を母体として、ドイツ共産党を創設、1919年1月にはベルリンで、ドイツ革命に続いて1月放棄を指導するが、帝国軍の残党や、フライコールとの衝突の中で数百人の仲間と共に、逮捕、虐殺される。 死後、多くのマルクス主義者や社会主義者の間では、同じく虐殺された名友のカール・リープ・クネヒトと共に、革命の象徴的存在とされている。後にその思想は、ルクセンブルク主義とも呼ばれる。ローザ・ルクセンブルクは、1870年もしくは1871年3月5日、ロシア帝国の事実上の属国であった、ポーランド立憲王国の都市。 ルブリン近郊のザモシチで生まれた。ユダヤ人の木材商人、エリアスルクセンブルク3世と、その妻のリーネの5番目の子供であった。出生時の名前はロザリアである。青年について二通りの説があるのは、チュリッヒ大学へ提出した履歴書には1871年生まれと記載されているのに対し、1887年に発行された高校卒業証書には、 彼女が17歳であると記されていることによる自由な雰囲気の家庭で過ごした少女時代にはゲーテやシラーに傾倒して多大な影響を受けた1873年一家はワルシャワへ転居したローザはワルシャワ第二女子高校へ通うこととなり1887年には優秀な成績で高校を卒業した前年の1886年以降彼女は ポーランドの左翼政党であるプロレタリアートのメンバーとなっている。プロレタリアートは1882年に設立されてゼネラルストライキを組織し始めていたが、指導者のうちの4人が処刑され、党自体はすでに解散に追い込まれていた。この組織の残党によるいくつかのグループが過労じて地下で会合を続けており、ローザはこれらのグループの一つに加わり、 社会主義的な政治思想を形成するようになったのである。この組織は非合法なものだったため、1889年には、ローザにも公金の危機が迫り、スイスのチューリッヒに亡命。チューリッヒ大学哲学科へ入学し、哲学、歴史学、政治学、経済学、数学を学んだ。同じ時期には、アナトリー・ルナチャルスキーや、レオヨギ・ヘスといった、 社会主義者たちも、この大学に在籍していた。スターツ・ウィッセン・シャフト、中世史、経済学及び、証券強行論などを研究する。1890年、社会民主主義に対するビスマルクの規制が解かれ、ドイツ社会民主党は、国会の議席を得ることが法的に可能となった。しかし、社会主義者の議員たちは、口先では革命について語りながら、その実は、 権力や富の拡大ばかりにうつつを抜かすようになっていた。1895年。ローザルクセンブルクそれに対してローザは革命的マルクス主義者としての心情を守り抜き、1893年にはポーランド社会党の国家主義的な方針に反対して、レオヨギ・ヘスやユリアン・マルフレフスキラと共にスプローア・ロバート・ニックスが身を発刊ローザは ポーランドの独立はドイツ、オーストリア及びロシアでの革命を通してのみ可能であると考えており、闘争はポーランド独立を目標とするものではなく、資本主義そのものに対するものでなければならないと主張した。ポーランド独立に反対したのは彼女が少数民族は支配階級を持たないため反動的に機能する。少数民族は支配民族に同化するべきである。 というフリードリヒエンゲルスのテーゼに忠実であり、カウツキーの民族融合論に賛同して、ウラジーミル・レーニンらの唱える社会主義の下での民族自決権を否定したためである。このことにより、後にレーニンとの間に対立が生じることとなる。同1893年、ヨギヘスと共にポーランド王国社会民主党を創設。SDKP は1899年に、 リトアニアの社会民主主義者らの組織と合同してポーランド王国リトアニア社会民主党となった SDKP はワルシャワで非合法に第1回党大会を開催する青年期の大半はドイツで過ごしているもののローザはポーランドの社会民主主義者を代表する理論家であり続け中心的なオルガナイザーであるヨギヘスと共に党を指導したなおヨギヘスは 後に、ローザラが結成するスパルタクス団の主要メンバーが、次々と逮捕されて、活動継続が困難になった時にも、帰還し、スパルタクス書館の編集や配布、メンバー間の連絡などを受け負った。1896年に、第二インターナショナルのロンドン大会に出席するなど、社会主義者として活動すると同時に、大学での研究にも、精力的に取り組み、 1897年には、学位論文、ポーランドにおける経済の発展により最優秀の評価を得て、法学博士号を取得する。1910年、クララ・ツェトキンと歩くローザ1898年、ローザは、グスタフ・リューベックとの偽装結婚によってドイツ、市民権を取得し、ベルリンへ転居、ドイツ社会民主労働党に入党し、同等差派での活動を開始。 それ以前から中性主義を唱えていた主流派のエドワルト・ベルンシュタインが1899年に発表した論文社会主義のための諸前提と社会民主主義の任務に対し社会改良か革命家と題したパンフレットで激しく反論するし、この一件によりスピード随一の雄弁か理論家として党内外の国際社会主義運動において広く知られるようになる。 この頃には戦争の気配がいよいよ濃厚となり、ローザは、スピードの順応主義的な議会路線への批判を強めた。ローザは、資本と労働の間の決定的な差異を埋めるには、プロレタリアートが権力を獲得し、生産方法に関わるすべてに、革命的な変革が起こらない限り不可能であると、主張して、修正主義者たちの離島さえ望み、議会制民主主義を重視する。 多数派や党指導部のカウツキーらとの対立に至る。ただし、カウツキーも投稿量からマルクス主義を捨て去ることまではしなかった。1900年以降、ローザはライプツィヒ人民新聞やスタクプルの機関紙赤旗をはじめとするヨーロッパ中の様々な新聞記事で、メシタの経済、社会問題に関する意見を表明し、1904年から1906年の 間には、政治活動の都がによって三度も投獄されるが、なおも、彼女の活動は、精力的に続く。特に1905年のロシア第一革命に対しては、その歴史的意義と支持の意を強く表明、ゼネストの重要性を確信し、党の戦術として採択する、よう主張するようになる。ウラジーミル・レーニン1907年ロンドンで、開催されたロシア社会民主労働党の、 第5回党大会には、ポーランド代表として出席し、レーニンと対面する。そのすぐ後に開催された第2インターナショナルのシュトットガルト大会で採択された戦争反対決議案は、ローザとレーニンによって起草されたものである。1906年にベルリンで開設されたスピード党教育センターで、マルクス主義経済学の講師を務めるようになったのも1907年のことであり、 ローザの主張の一つである経済学入門は、ここでの講義をまとめたものである。また、この時の受講者の一人には、後のスピード議長にして、バイマル共和国初代大統領、ドイツ革命の際には、臨時政府元首として、ローザを弾圧することになるフリードリヒエーベルトがいる。これ以前から戦争の危機が近づいているとの確信を深めていたローザは、ドイツの軍国主義と、 帝国主義に対する攻撃の手を強めていった。1910年には、党の取るべき革命的戦術として労働者に団結を促し、ゼネストを組織するよう、スピードの方向転換を要請する論文を執筆。しかし、これが、党指導部に受け入れられず、帰還し、新時代への掲載を拒否されたため、カウツキーラとの決裂は避けられないものとなった。 1912年2月には、スピード代表として、パリをはじめとするヨーロッパの社会党大会などへ出席。フランスの社会主義者、ジャン・ジョレスと共に、もしも戦争が起こった時には、ヨーロッパの労働者諸政党はゼネストに突入するであろうことを確約した。1914年に、バルカン半島の政治的緊張が頂点に達し、戦争を避けられないことが誰の目にも、 明らかになってきたとき、ローザはフランクフルト他各地でデモを組織し、良心的兵器拒否や命令への不服従を訴えかける。この件により、法と秩序への不服従を先導したとされ、懲役1年の有罪判決を受ける。公金は即座には執行されなかったので、同年7月ブリュッセルでの国際反戦会議には参加することができた。しかしこの会議を通して、 各国の労働者等においてナショナリズムが階級意識よりも濃厚になっていることを認めざるを得ず落胆する。1913年には古典派経済学の分析を通じて資本蓄積が国際負債や帝国主義を生むとを論じた主張資本蓄積論を出版する。1914年7月28日オーストリア・ハンガリー帝国が セルビア王国に宣戦線布告して第一次世界大戦が勃発。8月3日にはドイツ帝国がロシア帝国に宣戦線布告した。翌日議会は戦時交際を発行し戦争に融資することを満場一致で可決。スピードの議員も全員がこれを支持し、旧内平和の名のもと戦争中はストライキを控えると約束して政府と休戦する。また、 ローザと同じく非戦を唱えていたジャンジョレスが暗殺され、求心力を失った、フランスやオーストリアの社会主義者たちもこれに同調。こうして、第二インターナショナルの名脈は尽きた。これを聞いたローザは衝撃を受けた。カール・リープ・クネヒト・ローザを筆頭とし、カール・リープ・クネヒト、クララ・ツェ・トキン、フランツ・メーリングラを中心とした、党内左派は1914年8月5日に、 グルッペインターナチオナーレを結成する。翌1915年4月には、帰還し、インターナチオナーレを刊行し、論文、社会民主主義の危機において破綻したインターナショナルの再建を訴え、7月には、投資導部宛に抗議書館を投げかける。グルッペインターナチオナーレは、1916年1月1日に、リープクネヒトタクで、全国協議会を開き、 当時公金されていたローザが国中で寄贈した指針を採択し、スパルタクス書館と題した非合法の冊子を発行することが決定され、メンバー共有のペンネームとしてスパルタクスが用いられた。これにより、グルッペインターナティナーレはスパルタクス団として知られるようになる。ローザ自身は共和制ローマの創設者で、初代執政官と伝えられるルキウスユニウスブルートゥスに、ちなむペンネーム、 ユニウスを用いた。スパルタクス団は、ドイツ皇帝ビルヘルムに西洋予び政府と妥協して、戦争指示に回ったスピードの方針を拒否し、出国したローザは再度ゼネストを要求して5月1日には、メーデーのデモを先導するなど闘争を展開した。その結果、7月10日には、再逮捕されてリー・プクネヒトと共に、金庫2年半を宣告される。はじめは、ポゼン、ついで、 ブレスラウの刑務所へ収容された。この抗禁期間にも彼女はユニウスの名でいくつもの論文を執筆し、ヨギフェス他仲間たちの手で地下出版された。これらの論文はドイツ労働者への武装放棄の呼びかけや勃発直後のロシア革命に関する見解をその内容とする。1917年にアメリカ合衆国が参戦した頃、 スパルタクス団はやはり戦争反対の立場からスピードを脱退したカウツキーラによって結成された独立社会民主党と合流する。1918年11月4日に起きたキール軍港における水兵の反乱及びロシア革命時のソビエトに習った労働者兵士協議会の結成が引き金となってドイツ革命が勃発し同9日に皇帝が廃位されるとユスプドは 勢力を拡大したスピードとともに、共和制の新政府を受立する。1918年11月9日に、ブレスラーの刑務所から釈放されたローザは、すでに釈放されていたリープクネヒトとともに、スパルタクス団を再編し、11月18日には、帰還し、大ローって本名を発刊した。同志で書かれた最初の論文では、すべての政治犯に対する特赦と、 死刑制度の廃止を要求した。一方、ユスプドラ急進派を快く思わないエーベルトは、軍部と手を組むことを選んでいた。この協定により、革命で崩壊しかけた国軍の残党や国家主義者、右翼らによる反革命機友軍が創設され、やがて革命派に対する武力鎮圧が始まる。12月23日に、左派の人民海兵団が起こした反乱の鎮圧をめぐり、 ユスプドはこれに強く抗議して連立政府から離脱する。一方、1918年末にスパルタクス団はユスプドから再度分離し、その他の社会主義者や共産主義者のグループと連合。12月30日から翌1919 19年1月1日にかけて開かれた創設大会をもって、ついにローザとリープクネヒトを指導者とするドイツ共産党が誕生する。 ローザは後にバイマル共和国議会となる全国憲法制定議会には反対していたものの1月19日に予定されている議会選挙には参加を主張した。しかしこの主張は党内の支持を得られずドイツ共産党の選挙不参加が党大会において議決された。東ベルリンにあるローザルクセンブルク像この1月ドイツ革命は新たな局面を迎える。 1>, 1月4日に、ベルリンの警察長官、エミール・アイヒホルンが解任されたことをきっかけに、翌5日には大規模なデモが発生し、ベルリン各地の主要施設が武装した労働者をはじめと、する革命軍によって占拠された。この動きを、リープクネヒトや、独立社会民主党のゲオルクレーデブールらが支持したため、この放棄は、スパルタクスダン放棄と一般に呼ばれるようになる。 ただしこの放棄は共産党が計画したものでは全くなく、ルクセンブルクをはじめたの共産党幹部は、この起こった放棄に当初激しく反対したとされる。ただし、放棄に加担することが決定された後は、革命の完遂を呼びかけるようになった。翌6日にはゼネストが始まったものの、放棄側がそれ以上の行動に移ることはなく、その間に体制を立て直したエーベルトのスピード政府は、 フライコールを出動させて、革命軍への弾圧を本格化した。1月9日から15日にかけての激しい戦闘で、スパルタクス団他の革命軍は壊滅、レーテも解体されていく。ローザとリープクネヒトは1月15日に、ベルリンで、フライコールに逮捕され、数百人の同志と同様に二人とも殺害された。リープクネヒトは、後頭部を撃たれて、 身元不明の死体を着拝運ばれ、ローザは重傷で殴り殺されて近くの川に投げ捨てられた。ローザの死体は6ヶ月もの間放置され、拾い上げられた時には識別困難であったという。その後、遺体は国家社会主義ドイツ労働者党政権により暴かれて所在不明となってしまった。2009年5月、ベルリンのシャリテ病院で身体的特徴が ローザのものと一致する首のない遺体が発見され、現在調査中だと報じられた。ドイツ連邦共和国の情報機関である連邦憲法擁護庁は、ローザ・ルクセンブルクとリープクネヒトの偶像化は、ドイツの極左過激主義の重要な伝統であるとしている。ルクセンブルクとリープクネヒトは、東ドイツの共産主義政権によって、共産主義の殉教者として偶像化され、 ドイツ統一後もドイツ社会主義統一党の後継党である左翼党によって偶像化され続けている。東ドイツ時代には社会主義統一党政権によって東ベルリンや東ドイツの各所にルクセンブルクにちなんだ地名が付けられた。ベルリンにあるローザルクセンブルクプラッツやそこにあるベルリン地下鉄2号線のローザルクセンブルクプラッツ駅などはその一例である。 ルクセンブルクの墓は、ベルリンのフリードリヒスフェルで中央墓地にある。この墓地は、社会主義者が多く埋葬されており、ルクセンブルクの死後しばらくして、ルートビヒミス・ファンデルローへによる革命記念碑がルクセンブルクとリープクネヒトを記念して建てられたものの、1935年にナチス政権によって破壊された。ありがとうございます。